ワンダーパフュームは日本の競争は、1995年に行われた第55回大歌唱を優勝したが、翌1996年にレース中の故障で安楽死となった。年齢は旧表記。ワンダーパフュームは1995年1月8日、京都の新馬戦で一番人気だった後の GI4、勝馬マヤのトップガンを抑えて勝ち上がった。パフュームは その後、カンバ賞3着、アネモネステークス2着を経て、1995年4月9日、大賀賞に出走した。公営、笠松競馬所属の競争バライデンリーダーが注目を集め、ダンスパートナーや、プライムステージといった有力馬がいる中、パヒュームは一生馬であることもあり7番人気に止まる。レースでは、初起場となった、田原紀のに導かれて、 ダンスパートナーらの追撃を振り切り優勝した。パヒュームの優勝タイムである1分34秒4は当時の大歌唱レコードであった。続くオークスでは大歌唱価値がクロック視された上短距離向きの決闘であることからパヒュームは7番人気に甘んじた。だがパヒュームは低評価を覆し3着と検討した。秋はローズステークス4着から エリザベス女王杯に出走したが16着と惨敗。続く、阪神品馬特別でも10着に敗れ、この年を終えた。翌1996年1月28日、小馬になったパヒュームは、引退をかけて、前年の大歌賞と同じ京都競馬場の芝1600メートルで、行われる京都品馬特別に出走した。 ここに戦残敗が続いていたパヒュームは敵距離であることから2番人気に支持された。ところがパドックを見ていた解説の大川慶次郎はパヒュームは明らかに調子が良くないとパヒュームの調子を不安視していた。大川の予言は最悪な形で的中することになる。パヒュームはレース中に3コーナー過ぎで故障し競争を中止してしまう。診断の結果、 左前足複雑骨折を発症していたパヒュームは予後不良と診断され安楽死の措置が取られた。パヒュームの墓は故郷浦川町の信岡牧場にある。パヒュームの死から3年後、前後唐とのワンダーファングがスプリングステークスを勝利しクラシック戦線を賑わせたが、障害転校後のミキホースランドパークジャンプステークスで故障発生し予後不良となっている。 父フォ・ティテンは、フランスで走り、通算10戦2勝。G3C への勝勝ち。祖父、ヌレーフについては、同馬の甲を3勝。母ラブリースターは、天馬と、称された、名主母は、東昇防衛の初年度3区で、通算31戦6勝。4歳時に、エリザベス女王杯3着。5歳時に、金シャチ賞と北九州記念に優勝している。 5歳児の主戦騎手が、田原正規であった。前兄、ワンダーワイルは、中央競馬で4勝。前弟、ワンダーファングは、スプリングステークス優勝など中央競馬で4勝。ありがとうございます。